モルガン・スタンレーの本社ビル・タイムズ・スクエアのオフィス。モルガン・スタンレーはアメリカ・ニューヨークに本拠を置く世界的な金融機関グループである。JP モルガンやゴールドマン・サックス、メル,ルリンチ等と共に投資銀行業務の幅広い分野においてリーグテーブル上位に位置する名門投資銀行と言われている。2011年7月以降は三菱 UFJ。 フィナンシャルグループの持ち分法適用会社にもなっている。1933年に成立したグラス・ティーガル法により、QJP モルガンの投資銀行部門が、モルガン・スタンレーとして1935年にニューヨーク州法人として分離独立。なお、称号のモルガンとは、分離の際にモルガン・スタンレー側へ移り同社の共同創設者の一人となった。 従業員ヘンリー・スタージス・モルガンに由来する。この従業員は、QJP ・モルガンの創設者である、ジョン・ピア・ポント・モルガンの孫でもある。一度生産した後、1941年にパートナーシップとして、モルガン・スタンレーカンパニーを設立、証券業務へ傾注した。1966年、モルガン・ディアランティトラストを伴って、フランス市会社を設立した。 1968年モルガン・ギャランティトラストがユーロクリアを設立した。1969年デラウェア州法人として改めてモルガン・スタンレーカンパニーを設立数年をかけてパートナーシップの全事業を継承した。デラウェア州は公平法裁判所が残っている。法人の合併や買収に関連する法人間の紛争を扱うことが多い。 同州にはデュポン本社もある。英物を望む大西洋の証券業務は戦前の繁栄を取り戻そうとしていた。1975年、デラウェア州法人としてモルガン・スタンレー・ホールディングズ・インコーポレレーテッドを設立した。この持ち株会社がモルガン・スタンレーカンパニー及び関連事業体の全株式を保有した。 1978年持ち株会社はモルガン・スタンレイ・インクとなって、さらに1985年モルガン・スタンレイ・グループ・インクへ称号を変更した。1988年モルガン・スタンレイの社員、投資家を内部社取引容疑で証券取引委員会が摘発した。マイケル・ミルケンの時代であった。1924年にディーン・ウィッターカンパニーとして設立する。 1978年に、その継承会社である、ディーン・ウィッター・カンパニー・インコーポレーテッドが、レイノルズ・セキュリティ・インクと合併して、ディーン、1981年に、シアーズ・ローバック・カンパニーに買収された。1997年5月31日に、モルガン・スタンレー・グループ・インクは、ディーン・ウィッター・ディスカバーと合併し、ディーン・ウィッター・ディスカバーは、 モルガン・スタンレー・ィーン・ウィッター・ディスカバーカンパニーへ称号を変更した。1998年3月24日にモルガン・スタンレー・ィーン・ウィッターカンパニーへ称号を変更し、2002年6月20日から現在の称号となった。2007年からの世界金融危機の影響を受け、リーマン・ブラザーズ倒産直後には商用不動産及び レベル3資産を抱える動向に対し、ヘッジファンドを中心とした投資家が連想的な投げ売りを実施した結果、株価が大幅に下落するなど一時的にその余波を大きく受けるも2008年9月21日に連邦準備制度理事会から金融持ち株会社への移行が承認され、また翌週には三菱 UFJ フィナンシャルグループと資本提携し、 MUFG 宛てに90億ドル分の優先株を発行するなど、八木早の対応がこうお創始かろうじて復活を遂げる。2009年1月13日、シティグループが保有していた、投資銀行のスミスバーニーに出資し、合弁事業とし、2012年9月には同社を完全買収して、モルガン・スタンレー・ウェルスマネジメントとした。2013年に、ポーランドやブルガリア、 チェコの電力、ガス市場から撤退したが、2015年、欧州の電力、天然ガストレーディング事業を縮小する見通しであることを関係筋が明らかにした。2015年2月25日、サブプライムローン証券の不正販売をめぐり、26億ドルの支払いで、米司法省と和解したことが分かった。日本国内においては、日本における持ち株会社、 モルガン・スタンレー・ホールディングスの参加し会社として、主に以下の3社が営業している。名古屋証券取引所特別参加者資格取得。ありがとうございます。